和食にはお出汁は欠かせません。うまみ、香りを引き出した、おいしい出汁を取るのが汁物の基本です。お味噌汁や煮物に合う煮干しのお出汁の取り方を説明いたします。出汁の取り方を説明いたします。材料は水3カップ、600ミリリットルに煮干し18グラムです。煮干しの頭と腹ワタを除きます。鍋に煮干しと水を入れて30分置きます。前日にペットボトルに煮干しと水を入れて冷蔵庫に入れておくと、すぐに火にかけて出汁を取ることができるので便利です。中火よりやや弱めの火にかけます。この時蓋はしません。沸騰してから2、3分煮ます。浮いてくるアクは取り除きます。火を止めて干すと、だし汁の出来上がりです。お豆腐とわかめのお味噌汁を作ります。4人分の材料です。豆腐160グラム、カットわかめ4グラム、青ネギ2本、だし汁 600cc、 味噌32グラムです。それでは作っていきます。わかめを水に入れて戻します。しばらくするとこのように戻ります。洗ったネギを小口切りにします。豆腐をまな板の上で小さい角切りにしていきます。鍋に分量のだしを入れて火にかけます。お豆腐を手のひらにのせて切ります。まっすぐに包丁を下ろします。手のひらに当たったらまっすぐ上に上げます。包丁を手のひらの上で引っ張ると手を切ってしまいますから気をつけてください。切りながらだし汁の中に入れていきます。水で戻したわかめを水切りして鍋に加えます。味噌を溶き入れます。
味噌がダマにならないよう、だし汁を少し取り、味噌を溶いてから鍋に入れていきます。味噌を溶き入れたら、ぐらぐら煮立つ前に火を止めましょう。器に注ぎ、ネギを散らして出来上がりです。具沢山味噌汁を作ります。4人分の材料です。玉ねぎ1/2個、さつまいも1/2本、人参1/4本、しめじ1/2パック、油揚げ小1枚、青ネギ2本、煮干しのだし汁 600cc、 味噌32g。材料を切り揃えていきます。玉ねぎはざく切りにします。さつまいもはきれいに洗って皮をむかずに5ミリのいちょう切りにします。切ったさつまいもはしばらく水につけておきます。人参は 2、3 ミリの厚さのいちょう切りにします。しめじは石突きを切り落として小房に分けます。油揚げは短冊切りにします。青ネギは小口切りにします。味噌汁の具を煮ます。鍋にだし汁を入れ、ネギ以外の具を入れます。全部入れ終わったら中火にかけて煮ていきます。野菜が柔らかくなったら味噌を溶き入れます。味噌がダマにならないよう、だし汁を少し取り、味噌を溶いてから鍋に入れていきます。味噌が入ったら火を止めます。
ラグラ煮続けるとお味噌の風味が飛んでしまいます。お椀に注ぎネギを散らし出来上がりです。朝ごはんを食べよう。朝ごはんは一日の始まりです。しっかり食べて元気に一日をスタートさせましょう。何でもいいから食べてよいというものでもありません。自分の体を作る元となる食べ物ですから、自分にとって必要な三大栄養素をバランスよく食べる力と、お料理が作れる力を身につけて元気な体を作ってほしいと願っています。お休みの日には朝ごはんにご飯とお味噌汁を作ってみましょう。ではまた食育教室でお会いできる日を楽しみにしています。